イオンタウン歌津は、香川県綾歌郡歌津町に所在するショッピングセンターである。以前同所に存在した歌津ビブレについても説明する。歌津ビブレ閉店から3ヶ月後の2014年5月、イオングループが後継として複合商業施設を計画していることが明らかになった。映画館以外の建物を解体し、イオンタウンが中心となって、 スーパーマーケットを核とした複合型商業施設とすること、映画館は地元にも配慮して復活させる見込みであることが報じられた。この方針に基づき、うたずびぶれの建物は2015年3月時点で映画館部分を残して解体された。キーとなるスーパーとして、香川県発祥でイオン酸化の丸中が入ること、 ケース電機などのテナントが入居する見込みであることが2015年3月に報じられた。同年9月15日にイオンタウンはイオンタウンたずとして10月24日にオープンすることを正式に発表。発表の中で専門店に県内企業が22社あること、かつての特産品であるたずの使用を活かした飲食店を開設することなど、地域密着を目指した店舗であることを歌っている。 10月24日に予定通りオープンし、イオンシネマ多津も再オープンした。敷地西側の建物部は1階は、北西側に中核店舗の丸中があり、南側にピロティを利用した駐車場を有し、その間に軽食店やドラッグストア、衣料品店等が入居している。2階は建物の南半分を家電量販店が占め、その他雑貨店、書籍店、 共用系店舗等が入居している。敷地南側の建物には、後日のイオンシネマとショッピングセンターでは、例が少ないカラオケボックスが入居している。なお敷地の西側の道路を挟んだ向かい側には、立体駐車場が整備されている。イオンシネマウタズは、ウタズビブレの開業当初から併設されたシネマコンプレックスである。当初の名称は、ワーナー・マイカル・シネマズ・ウタズ 香川県内で初全国でも4番目のシネマコンプレックスであった。2013年7月1日にワーナー・マイカル・シネマズがイオン・シネマズと合併したのに伴いイオン・シネマ・ウタズに解消した。前期の通り、ウたズビブレ閉店に際しては2週間余り長く営業し、2014年3月16日に一旦閉館となった。最終日には、 通常のロードショー作品のほか、香川県を舞台とした木下圭介監督の映画24の瞳が特別上映された。一時閉館以前の動員のピークはタイタニックが大ヒットした1998年の65万人で20年間に約850万人の利用客があった。その時点でイオングループは新施設での映画館の扱いについては未定としていたが、 電気の通り地元から復活の要望が挙げられたこともあり、イオンタウン打たずのオープンと同時に再開した。再開業に伴い外装、内装は一新されている。2014年より、サヌキ映画祭の会場の一つとなっている。1994年3月に、マイカルのショッピングセンターとしてオープンした。直営の衣料品や食料品売り場に加えて、 医療品や飲食店などのテナントから、シネマコンプレックス、ホテルまで併設した歌津町の臨海地区の中核的となる商業施設となることが起訴された。元の運営会社であるマイカルは、2001年に一部のビブレをサティに転換する方針を打ち出して、歌津ビブレもその対象となっていたが、後に北王子ビブレと共に除外された。2001年9月にマイカルが、 経営破綻した時点で四国地方の他の店舗はいずれもサティだったため四国に現存していた唯一のビブレであった。マイカルの4リテールへの吸収合併に伴いそれ以降はイオンリテールにより運営されていた。最盛期には香川県内外から客を集めていたが同じイオングループの4モール綾川が系列のシネマコンプレックスを併設して開業するなど 実写競合を含めた近隣の商業施設との競争の影響で集客力が低下し2007年頃から売上が低迷して最盛期の1998年2月期の半分にまで落ち込んだ2013年8月に2014年2月末での閉店が報じられる同年10月からは最大70%引きを含む閉店セールを実施した店舗は 予定通り2014年2月28日をもって閉店した。イオンシネマ歌津も同時に閉館する予定だったが、3月16日まで延長して営業された。歌津駅からすぐの高立地で上層階にはシティホテルが併設されていた。当初はマイカルの直営でホテルリゾナーレ歌津として営業していたが、同社の経営破綻を受け2002年1月10日に閉鎖された。 その後、飲食店をテナントとして入居させていた全英フーズが、ロイヤルプリンセス・ウタズとして2002年7月1日に再開業したが、契約上のトラブルを理由に2003年2月末で閉鎖された。同社の飲食店を2002年末までにすべて退店している。さらに、地元の結婚式場運営会社の株式会社、三木昌司が引き取り、2003年5月1日に、 ホテルセントカテリーナとして再,再開業し2012年4月からは歌ズエンタープライズが引き継いで営業していたが同年8月末で3度目の閉鎖となった。ミキ商事が近くで運営している結婚式場はホテルの閉鎖後も引き続き営業している。なおホテルリゾナーレ時代には館内に温水プールや温浴施設があったがロイヤルプリンセス以降は引き継がれず 最後まで封鎖されていた。フロア構成以下、うたずびぶれ時代。ありがとうございます。